続いてはゴールデンウィークの動きを見ていきます。例年とは全く状況が異なるゴールデンウィークが始まりました。東北新幹線は乗客が少なく、 JR 仙台駅のホームも閑散としています。東北新幹線のホームに来ています。いつものゴールデンウィークであればこちらに長い列ができているのですが、人の姿は全くありません。そして車内に目を向けてみると、このようにほとんど空席の状態となっています。 JR 東日本によりますと、東北新幹線では指定席の乗車率が 15% 以下と、例年のゴールデンウィークと比べ大幅に減少しています。また自由席も乗車率は最大でも 3% でした。例年はほぼ満席ですが、今年は乗客の少なさが目立っています。東京も全然少ないですよ。車両に3人しか乗ってなかったですよ。先月手術を受けてるので、それの最新で行きます。すごい罪悪感があります。なんか皆さんおそらく、ね、家におられるのに どうかなというところはあります。この新幹線などの指定席について、 JR 東日本は新型コロナウイルスの影響で予約のキャンセルが相次いでいることから、来月28日以降の発売を見合わせます。また運行本数も見直すことも検討していて、 JR では今後の運転計画について来月中旬に決まる予定です。